子供向けの5段階フェイススケール。フェイススケールとは、現在の痛みを、にっこり笑った顔から普通の顔、そして、しかめっつらそして、泣き顔までの様々な段階の顔を用意して、神経痛などの痛みを訴えている患者にどのぐらい痛むのかを示してもらうことで、その痛みたびを客観的に知るために、ペインクリニック、麻酔科などで用いられる用具、用紙のことである。痛みの具合は、 客観的にはわからない。先進的な医療機関ならば、電流地角域地検査装置など痛みを数値化して測定する機会もあるが、まだまだ普及していない。そこで、どこでも容易に痛みの度合いを伝えることができる手段が、この方法である。患者に、これを問診票などで言葉で記入してもらっても、医師にはなかなか伝わりにくい。 これを指で示してもらうなどすることで、医師は、どのぐらい患者が苦痛に感じているのかを理解しやすくなる。また、定期的にこのチェックを行うことで、痛みが悪化しているのか、それとも改善しているのかを知る手がかりにもなる。痛みの強さの評価法としては、フェーススケールの他に、直線上のビジュアルアナログスケール、0から10までに、数値で評価する、ニュメリカルレーティングスケール、 言葉として表現するバーバルレーティングスケールが上げられる。これら痛みの強さの評価法のことを英語では総称してペインスケールと呼ぶ。電流地核域検査装置の具体例として日本ではペインビジョンが上げられる。ただしこれによる痛みたびの評価はいくらかの主観性を含んでいることにより限界がある。ありがとうございます。